はい、皆さんこんにちは、マグロレットです。今回使いたいのはこの幻想の妖精竜ですね。はい、このカード、1コス以下のカードが破壊されるたびに体力が上がっていくという面白い能力を持っていますが、その代わり相手のリーダーを攻撃できないというデメリットを持っています。はい、なんでまあ壁としか使えないんですが、すごくね体力の高い壁と思っておいてください。でこいつとパメラを組み合わせると、それがさらに倍になるというとんでもないコンボですね。はい、自分から殴りにはいけないんですが、もう壁としては最強のものを立てることができます。で今までのパメラとしては一番現実的なコンボかなと思いますね。もう落ちちゃうんですけどね、パメラ。ここに来てようやくいい相方がもらえたかなと思います。はい、では早速対戦の方やっていきましょう。はい、対戦相手はロイヤル、そして先行になりました。こっから1枚なんか持ってても良さそう。おー、妖精竜。まあなんか中盤で1枚生きることになりそうですかね。お、パメラも来た。まあこっから切るかな。まあしゃあないですね。体育もあるんで、回収する感じになるでしょうか。メイはいらないな。ギャルブレーダー。まあ、シンカロイですね。今多分一番流行ってるかな。生押せやってたんですが、その感じで見てもおそらく一番数が多いデッキかと思います。これバウンスして、はい、もう一回ドロー。おー、妖精竜2枚。この段階で引いてもちょっと難しいかもな。影3つ、うん、そうですね、若干暇ですね、こうなっちゃうと。あー、はい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 。まあじゃあこれでエンドかな。エンドでいいでしょ。マナマナメイメイありますからね、次のターン。しずるはやばくない。57と32ですね。まあ、全勝であるか。全勝ありますね。うん。進化必要ですが。進化そんなに重くないんで、このデッキ。問題ないです。で、マナ開いて、マナ開いて、体重でメイ回収。まあ、進化どっちに当たってもどうせ全滅するんで、変わんないですね。先にプレイしましょう。いや、このメイが強いですよね。やっぱり。なんか適当に序盤やり過ごしててもなんとなく盤面変えてますからね。また影光。相手もアンリエットですから進化稼ぎまくれば。おお、でもエンドか。オッケーオッケー。おゼウス、ワンダーコック、スピリット開いて、まあ一応メイ回収かな。まあ並べますか。多分どうせ次パメラ行かないんですよ。あのパメラ行くのって、8ターン目かな。8ターン目が一番強力なんで。ただ一応裏目がありまして、必殺いるんですよね、1枚。ロイヤルって確定職1枚。いや、ワルツもいるか。ワルツと、あと、必殺出てくるんで、そこもちょっと問題です。なんで EP 相手枯れてくれれば、EP 使い切ってくれれば、問題なくなります。まず2個目の EP。 さあ次も使ってくれるかだよな。問題はもうエマラですよね、さすがに。うん、岸君使ったけど、え、もうか。あれ、あ、そうかそうかそうか、影見すぎたりか。はい、いや回りすぎ、それは回りすぎ。どうしよう、ちょっとどころか非常にやばいですね。パメラやばすぎますね、これは。メイももう1枚使っちゃってるし、2枚か、2枚使ってるし。で、この体重は大事にしなきゃいけないですね。これ当ててくんないとだな。妖精竜行くしかないのか、というか。うん。まず投げるでしょ？まず投げて。はい。で、妖精竜は確定。あー、ちょっとミスりましたね。先に当てて妖精竜のスタッツ上げるべきだったか、これ。失敗しました。進化、剣舞？でも剣舞だったら関係ないですからね。あー、アンリエット、これ7なのか？え、7ではないのか？
やばすぎ。いや、これかなり痛いミスになりましたね。お、でもそこにやってるのか。あー、それでまあ、スタート高く保つと。いやー。いやーだなー。これはさすがにきつい。さすがにきついか？妖精竜1枚ぐらいでは。おー、ナイス！ナイスナイスナイス！助かったー。はい、体重、妖精竜、妖精竜。これでなんとかなれ！なんとかなれ！いや、なるでしょ！さすがになるでしょ、これは。なんとか。頼む。相対で回ってるけど。そしてパメラで4プレイ。さ、スタッツはなんと、6、30、30。やば。いくらなんでも2面突破は無理ですね、これ、相手の方。よっしゃ。ゲーム終了。いや、ちょっとプレミもしましたけど、でもこれ勝ったの嬉しいな。壮大で強かったんで、ありがとうございました。オリビエ、あー、回復。いや、まあ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 、なんとかなりそう。なるかな。クルト進化でしょ。ちょっときついか。ちょっときついですかね。あー、やばいやばいやばい。さすがに死ぬかな、これ。死にそう。妖精竜やれるか？導き。まあ、とりあえず、案内人進化。案内人。そして、妖精竜、妖精竜。いや、いけるかな？スタッツこれいくつ？ 40!40 か。やれそう。40はやれそう。盤面しかもロックなんで。で、まあ、ここ進化してた方がいいかな、一応。88になりますからね。これでエンドしましょう。40はやれるでしょう。取れても。リーダーの倍えぐすぎる。当て。あ、回復カードない。盤面ロック状態ですからね。回復することができなかったか？これはまさか。これ、おーっと？やばすぎる。ちょっとやばすぎて意味がわかんなくなってきたけど、ちょっとやろう。まだゼウスには早いですからね。はい。取って、取って、妖精、妖精。もうめちゃめちゃ。もうめちゃめちゃですよ、これは。はい。じゃあ、一体当てますか。当てて、まあ、パメラ進化もしといていいかもしれない。え、それいいか。エンド。12、80。終わりましたゲーム。さすがに終わり。一生多分超えれないですね。一生超えることはありません、相手の方が。もう5ダメなんて何でもないですからね。あ、3ダメかしかも。こんな僕史上一番スタッツ高いかな、これ。普通にプレイしてですよ。で、なんかそのコンボ、なんでもありのコンボ狙いとかじゃなくて、普通に真面目に対戦してて80いったの初めてだな。まあ、一応盤面ロックか。あー、バウンスできる。バウンスできる。まあ、だったら一応パメラバウンス。いや、妖精竜バウンスか。さすがに。はい、妖精竜バウンスして、ウォーター。これでもう一枚なんか引ければ、あー残念。これはさすがにエンドかな。まあ、リノ進化して、これ6ダメプラス、進化回数9。さすがに決まるんじゃないかな、これだったら。12ダメ。はい、11、17、オッケー、ありがとうございました。まだ56残ってますからね。これはやばすぎた。このゲームはさすがにやばい。ありがとうございました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。いや、今までね、もうパメラ落ちるんですけど、次のパックでいろんなパメラの形を試してきたんですが、一番強かったですね。はい、それぐらい相性良かったかなと思います。で、このカードもすごい強い。幻想妖精竜が単純に強いなと思います。体重とかでももちろん起動していくので、デッキを回しやすいですし、メインもね、メインも体重も OK なんで、デッキを回しながら、強くしていけるっていう点がかなり強いかなと思いました。はい、まあ、というわけで今回はこれまでになります。
になりますが、よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。